公式のロゴナーボは、オーストラリアのシンガーソングライター兼 DJ。ミリアムナーボとオリビアナーボの双子姉妹で構成され、容姿を活かし、ファッションモデル業も行う。ウィルヘルミーナモデルズ所属。もともとは、モデル業の道を目指していたが、18歳で、ソニー ATV ミュージックパブリッシングと契約を、交わしてからは音楽をメインとした活動を行う。 数々の著名なアーティストのコラボレーション、また楽曲提供を行い、その才能により成功を収めてきている。ダンスミュージックの世界でも、アーティストと、プロダクションと共に活動し、ソロ活動の成果として発売された、シングル、Discind of Love は、ワールドクラブチャートにて1位を獲得した。作曲だけでなく DJ スキルの実力も身につけ、オーディエンスの要望に自在に応えるパフォーマンスを、 行う。ダンスミュージックの世界最大級の野外フェスティバル、ウルトラミュージックフェスティバルでは、メインステージにも登場し、話題となった。音楽性のみならず、二人のファッショナブルなスタイルにも、注目が集まり、2011年のブリトニー・スピアーズ、ファム・フェテイル、全米ツアーのサポート DJ に採用された。アジア圏では、クリエイターチームフューチャー・ユニゾンの一員として、活動中。 日本では2012年の年間ダウンロード数1位を獲得したアムロナミエのラブストーリーをはじめ数々のヒット曲を制作、提供し、韓国ではボア、台湾ではサイリンというアジア各国のトップアーティストとのコラボレーションを行ってきた。日本では他に西野カナ、コーダクミ、三浦大地にも楽曲提供をしている。元来、 ファッションモデルを目指していた二人は、ボーグ、エル、コスモポリタン、ナイロン、インスタイル、ピープル等のファッション、ポップカルチャー誌で定期的に特集掲載されている。2013年に日本で開催されたビッグビーチフェスティバルに出演。また、雑誌エルジャポン、ゴシップ、ナイロンに特集掲載されたほか、女性ファッションブランド、ノミネの広告モデルにも抜擢された。 ありがとうございます。